行した事実を北川署の取り調べで先ほど自供しました。よって警察に行ってきた。痛い鼻硬いんだね。すげえ鼻硬いんだ。何やってんだ。痛い。何やってんだろう。吸い付けてる。僕はね、杉下。そんな些細なことで警察は依頼ではいけないと思ってるの。些細なことでしょうかね。それはそうと思う。北川署はもうそっとしといてね。はい。あっちはあっちで肩をつけたみたいだから。どのような。取り調べを担当した警察官の移動、銃の管理者の降格、自殺した警察官が、やばい。取り調べ監督官だったということは公表しないおつもりですか。必要ないでしょう。そうでしょうか。だって、警察はいつもそうでしょう。やばい、寸限でられてる。痛い。豚って鼻かてんだ、めっちゃ。噛まれるより痛い。ねえ、これ噛まれるより痛い。これやべえ。やべえ。痛い。血管痛いって。痛い。ちょっと痛い。痛い。よいしょ。車の動きとしましては、カメラさん向こう行きましょう。はい、西側からですね、今青信号の方から車が走ってきまして、でカメラ手前に向かって走ってきたそうです。でそしてその柴田一丁目の交差点あたりからもう歩道を乗り上げたところ、そのまま人を乗り上げるような形でこの花壇にぶつかって止まったということなんですね。でこの事故で歩いていました50代の男性、そして運転をしていた50代の男性が死亡が確認されています。
ていた20代の女性が事故に巻き込まれて心肺停止の重体だということです。さらに39歳の男性が骨折をするなど他に合わせてですね、8人が重軽傷を負っているということのようです。目撃者の話によりますと、車はですね、交差点の方から歩道を乗り上げまして、スピードを上げたまま人をですね、どんどんとぶつかるような音を立てて、さらには人をフロントガラスに跳ね上げるような形でここまで走ってきて止まったということのようなんですね。はい、さらにですね、この車はこの花壇と車の間に人を挟むような形で止まりまして、現場は忍びだったという声も聞くことができました。さらにですね、この現場というのはもう本当に駅が近くにありまして、商業施設も近くにあるんで非常に多くの人が行き交います。さらに事故発生当時は昼時も重なったので、より多くの方がいまして、この大惨事につながったというふうに思われます。はい、現場からまた中継をつないでいきます。お昼時の繁華街が一気に暗転しました。悲鳴が響き渡り、目撃者が呆然となったこの事故、まずは振り返ります。あ、現場なんですが、規制線が張られています。で、あ、ありますね、あれが暴走した車だと思われます。空路は普通乗車です。完全にフロントガラスはへこんで割れています。そして右前方部が、右の前方部が、すんげえべったり出してるこれ。奈良ナンバーです。奈良ナンバーでナンバープレートが血の跡がくっきりとついています。これはまだ救急車などが駆けつけていない時の映像だ。やばいでしょ。周りの歩行者が怪我をしている人は倒れている。はい。ということで、今日はちょっとベタさんのさーちゃんを撮ってみました。うん。すごい鼻が超硬いです。噛まれるより痛いです。ということで、また動画があれですね。